必勝祈願祭、滞りなくお納めを申し上げます。どうぞ、文や高き八幡お神様のご加護をいただきまして、皆様の望み、必ず達成されますことを記念申し上げ、ご挨拶させていただきます。上の方は行きますから。ちいさくときだから数見たくなったから。元の選手なんて書いたんですか。非常時。オッケーです。ありがとうございます。今城選手なんて書きましたか。一生成長。ありがとうございます。伊藤優斗選手なんて書いたんですか。マストビンじゃなかった。カカツ。カツで。はい。ありがとうございます。真ん中を。
今日の20日から、はいはい、シーズン入りますけど、はい、まあ、それに向けた抱負です。はい、今年は連覇のかかるシーズンなので、難しいシーズンになると思うんですけれども、自分たちが今まで積み重ねてきたものを信じて、どの試合もリーブレーズらしいプレーをして頑張って連覇を目指していきたいと思います。今までですと優勝の次のシーズンというのは良くなかったというようなジンクスがありますけども、はいはい、今年は今のところいかがですか？やっぱりそれはまあ、フリーブレーズの課題なので、克服しなきゃいけないところだと思うので、まあ、過去はちょっとその優勝、前年の優勝っていうものに少し、気持ちを引きずったというか、変な方向に向かってしまったと思うので、まあ、そういうのはもう全て忘れて、また新しいシーズン、新しいチャレンジだと思っているので、まあ、チャンピオンというおごりを捨てて、まあ、フリーブレーズらしく、どんな相手にもぶつかっていきたいと思います。今のチーム状況いかがですか？夏から厳しい練習積み重ねてきて、みんないい状態だと思いますし、まあ、チーム内でも競争を繰り返して毎日やっていますので、チーム力は着実に上がっていると思います。まあ、連覇に向けて、はい、これをすれば、まあ、優勝できるって何かこうそういうものありますでしょうか？やっぱりフリーブレーズらしいプレーをどの試合、まあ、どのピリオドもやり続けることが一番だと思うので、本当に60分間スケートをし続けて、ハードにフィジカルに、相手に嫌になるまでプレッシャーをかけ続けることが自分たちのプレーだと思うので、まずそれをやることが大前提だと思うので、それをやれれば自分たちのゲームになると思うので、そういうプレーをいつでもできるように準備していきたいと思います。絵馬に書いた言葉とそれに込めた気持ちを教えてもらえますか？はい、遂行と継続っていう言葉を書きました。遂行はもう去年と一緒の言葉なんですけれども、まあ、やっぱり、自分は主将としても、まあ、チームのベテランとしてもやっぱりこう自分がこう何事にも止めずにやり続ける、成し遂げるまでしっかりやりきるっていうことが大事だと思ってますし、それが自分のプレースタイルだと思ってるので、また継続してやっていきたいなと思うのと、その、まあ、継続っていうのはやっぱり止めずに常にやり続ける、終わりは限りなくやっていきたいなと思ってるので、そういう意味を込めて今に聞きました。ありがとうございます。意気込みを聞かせていただけますか？そうですね、まあ、過去に、優勝した年に次のシーズンプレーオフ出れない過去が あるんですけども、まあ、そういうことが起きないように、はい、まあ、私も選手も、まあ、7月頭からそれを意識して、トレーニングをやってきてますので、はい、それを信じて、今シーズン戦う、準備はできています。今のチームの状態、コンディションはどうご覧になってますか？はい、まあ、怪我人は何人か、いるんですけども、それを除きましたら非常にいい状態で、非常に、まあ、スタミナとか力強いプレーはできましたので、はい、準備はできていると思います。ファンの方々に一言お願いしたいんですけど、はい、今シーズン、フリーブレーズが今まで、達成できなかったことを、今シーズン達成目指して頑張っていきたいと思います。アジアリーグレギュラーシーズン1位、全日本選手権、優勝、そしてアジアリーグの連覇っていう、3つの、目標がありますので、それを目指しながら、皆様と、一緒に戦っていきたいと思います。